皆さんこんばんは、中山康秀のヨストラダムス、今夜も始まりました。いつも通りキス FM 神戸のスタジオから生放送でお送りする1時間、ぜひともお聞き呼びいただきますようによろしくお願いをいたします。さあ、ゴールデンウィークといっても正直、厳しいゴールデンウィークであることは間違いありません。今回のこの新型コロナウイルス、しっかりと国民総出で命を守るための助け合い、そして守り合い、こういったことを意識しながらですね、ゴールデンウィークという連休を過ごさなければいけない、本当にストレス溜まっていらっしゃる方、いろんな意味で、辛い思いをしていらっしゃる方々、含めてたくさんいろんな悩みがあると思います。しかし命を何よりも大事にするということ、このことに関してもですね、いろんな意見があるだろうと思います。それぞれの意見、皆さんこんなこと言いたい、あんなこと言いたいって、お互いストレスをですね、そして意見をシェアできる、そんな場にも今夜はしていきたいなと思いますので、いろいろメッセージをお送りいただければと、そんな風に考えてます、ヨストラダムス。そして同時に前半戦はですね、いろんな話、全般に関して、皆さんのメッセージ、そしてこちらからのニュースお届けしたいなと思ってますけれども、後半はですね、もうすっかりこのヤストラダムスではおなじみになりました、エルドリッジ・ディ・ロバート博士に、電話をつながせていただいて、特にあの例の9月入学の議論についてですね、ロバート博士も一加減お持ちだということなので、ぜひいろいろと話を伺っていきたいなと。特にロバート博士の場合は、大阪大学で教鞭を取っていらっしゃった、そんな、ご経験もあります。私も一緒にロバート博士と京都の方の大学で講義をさせていただいたり、また大阪大学の方でも講義をさせていただいた、そんな思い出もございます。ざっくばらんな意見、特に9月入学の本場である、ある意味アメリカの瞳から見たらどんな風に眞の子から見たら見えるのか、そんな意見も多角的に情報収集をヤストラダムスファンの皆さんにはしていっていただければありがたいと、そんな風に思います。さあ、今夜もですね、早速それじゃあ1曲目、お聴きいただきたいと思いますが、今日は4曲流す予定で、3曲は、やっちゃんズリコマンデーションです。で、最後の1曲はあのロバート博士のおすすめでいきたいと思います。それじゃあ本日の1曲目、イノセンスのリスペクト。時刻は午前0時6分27秒回りました。キッス FM 神戸、中山康秀のヤストラダムス、今夜も生放送でお送りしております。さあ、まずはですね、今日やっちゃんズピックアップ、いろんなニュースありますけれども、冒頭ご案内をしとかなければならないなと思うのは、緊急事態宣言が延長されました。昨日、5月31日までということで、政府の方は4日に対象地域を全国としたまま延長することを正式に決定するということであります。これを前に安倍総理大臣はですね、西村経済産業経済再生担当大臣、それから加藤勝信厚生労働大臣と、いろんな相談をしたということが耳に入っております。延長の期限、これ今月末の5月31日までとすることで諮問委員会に諮る方針を固めたということが入ってます。まあ、これね、経済的にはですね、ものすごくダメージが大きい話ではあります。他方で、健康を害するリスクっていうものをしっかりとリスクヘッジしていかなきゃいけないということをですね、考えなければなりません。それと政治家がですね、パフォーマンスをしている場合ではないと思うんですね。これパフォーマンスというのはいろんな意味があると思います。英語ではパフォーマンスといえば、その能力を示すっていうことだと思いますけども、そのパフォーマンスがですね、をしている場合ではなくて、罵り合ってる場合じゃなくて、ちゃんと地に足をつけて、それぞれ頑張っていただくということが重要なんだろうというふうに思います。で、それを今のところ全ての皆さん方やってくださってるという認識で、国民の皆様方ご覧になられてるだろうと私も信じてます。地方分権の時代ですし、中央集権の是正っていうのがだいぶ行われてきた、そんな時代でもありますよね。したがって国が決めることと地方が決めること、このバランスがですね、非常に難しいなって実は思うところもございます。で、
まあ、例えばですね、仮に、1兆円、地方に対して交付金を巻きますよと、だけどこの1兆円の交付金、なかなかですね、みんなに平等にっていうわけで人口比例も考えたり、いろんな対策をどうしていくか、いろんなこう多角的な検証の下で、金額を決めていったということもあるわけです。で、1位が北海道になったと、まあ他府県にしてみたらいろんな意見もあるかもしれません。だけどもそういう形で国が決めた限りはですね、やらなきゃいけない。しかしいずれにしても47都道府県で1兆円と言われても正直少ないなって思ってしまいます。で、しっかりと今回第一次補正、これ令和2年度のこの補正予算、この間国会で4月末通したわけであります。今度まあ、矢継ぎ早にですね、継続的な対策っていうものを打っていかなければならないと私自身も思ってます。というのが、政府もですね、当然この一次補正だけで終わるとは思ってないと、そういうふうに、漏れ聞いています。当然二次補正、そして場合によっては3次4次とやっていくっていうのが当然、国民の皆さんもそう思っていらっしゃるだろうと思いますので、しっかりとですね、やらなきゃいかんと、要は会社を守ります、雇用を守りますっていろいろメッセージは発せられても、実際にですね、自分の会社が倒産した、もしくは解雇された、いろんなことが出てます。自殺した方の話、いろんな話で、こういう話でですね、悩んでる人、そういう人たちの生のこう現実に向き合ってる、それをですね、どこまでシビアに政治側が受け止められるか、特に政府が受け止められるかっていうことだと思うんです。霞が関がですね、今までと同じように机上でやっているっていう段階ではないと。そして同時に私なんかも永田町いててすっごく思うのは、あの三権分立って言葉ありますよね。司法、立法、行政って三権に分かれてるわけですけども、立法府っていうのはそもそも選挙で選ばれた政治家が議員として議席を有して、その議員が逆に行政に対していろんな物事を伝達していく、国民がこう思ってるよ、ああ思ってるよ、こんなこと言ってたぞ、そういう生の意見をまさに議員がですね、行政に届けるというのが当然なんだと思うんです。で、ところが今見てると、この行政の方がこの立法府である国会議員に対してすごくこう押し着せのような形でですね、どんどん予算が出て、予算の案が出てきたり、そういうふうな気が しなくもないんですね。これ私が例えばこんなこと言うと、何言ってんだと、立法府だってちゃんとやってじゃないかっておっしゃる議員や政治家の方々、おられると思いますが、それはそれでその人の意見です。だけど私は申し訳ないけど、残念ながらですね、今こう見るとですね、なんとなく政府の意見の方が勝ってんじゃないかって思うんです。もっと国民の生の声を、例えば自民党本部の901号室って一番大きな部屋で、あれだけたくさんの議員がですね、国会議員が集まって2時間ぐらいガーッと議論してても、政府から出てくるその自民党の提言を受けて、政府与党ですよ、与党の提言を受けて出てきたこととかですね、まだまだ足りないなって思うこと多いんですよね。ましてやこれが国会見てて皆さん思いませんでした？野党の人たちと与党の人たちが総理や政府に対して質問をする、同じ意見が出てるんです。大体家賃の問題どうするかとか、いろんな同じ意見が出てんのに、なぜじゃあ安倍総理が、まあ、ある意味気の毒にですね、政府の意思の代弁をしているようにも見えなくもない、そんな方もおられたと思います。で、そこに来ていろんな地方の自治体の首長の人たちが出てきてですね、うちはこうします、ああしますっていうのがメディアに流れたら、それはなんだと、安倍晋三政府何やってんだと、地方の首長の方がよっぽどちゃんとやってるじゃないかっていうような印象の操作みたいなものがそこで起きかねないということだと思うんですね。ですから生意気って恐縮ですけど、ぜひですね、政府にはもっと生の声、議員が運んでくる生の声を受けた政策にそれを反映してもらうということ、これをですね、できるだけもっと真摯に考えてもらわなきゃ困るというのが、こう永田町の現実をが 見たくても見れない国民への私からのメッセージというか意見ですよね。で、
政府の中にもですね、この役人の人でもよく役人バッシングとかしたら、もうそれで公務員バッシングで、そうなんだそうだみたいな感じでこうポピュリズム的なことが起きると思うんですけど、そうじゃないんですよ。私が言ってるのは役人さんも日本人なんですよね。で、自分たちの家族も守ってる。それがイコール国を守る。そして国に対するまあ忠誠心、ロイヤリティ、こういったものがある中で、彼らもまあある意味不眠不休で頑張ってるんですね。頑張ってるけども、逆に組織として守らなければいけない意見ですとか、そういったもので、もしそこにジレンマがあるんだったら、私はぜひですね、ポピュリズム的ではない、ちゃんと有権者、そして納税者、国民、生活者から意見を聞いてきた国会議員、これはもう自民党でも公明党でも、立国者でも共産党でも、何党でも構わないです。その人たちが、出てきて言ってる意見をもっと振りだけじゃなくてやってほしいと、ちゃんと聞いて政府がやっぱりそこへ答えていくということの原点を忘れないでほしいと思うんです。なんとなくその民主主義、三権分立、昨日は憲法記念日ですけども、憲法の中で最も大事なこの三権分立というバランス、このバランスをですね、まあ見事に崩すような、言うならばある意味のリズムが起きつつあるというのは、これ今回のクライシスだけじゃなくても過去にもあったわけです。例えば、国会議員がこうだ、悪い、印象が悪い、給料もらいすぎ、なんだこいつら固定費で減らないんだと、いろんなこと言われますよね。だけど皆さん、国会議員も給与は確かにもらってる。だけどもうすでにこの間の国会でご存知の方もらえると思いますけど、20% カットしてますよね、歳費イコール給与。で、同時にですね、この政治活動には金がかかる。政治と金の問題。いろいろ言われます。だけど、国会議員だって例えば秘書がいたら、事務所を持ったら、そこに事務所の固定費、経費がかかってくる。で、収入はですね、例えば自民党だと年間、800万。これが各選挙区支部に振り込まれるわけです。これ政党助成金です。で、こういった公費助成があるわけですね。だけど、10人の秘書を例えば抱えたら、3人までが公費助成で出る。あとの7人っていうのは、政治資金、寄付金を自分たちで集めてきて、そして、テナントの賃料、そしてコピーのリース代、ファックスのリース代、コンピューターのリース代、それから諸経費、7人の残りの給与とか、全部こうやって払っていく。すなわち、例えば、ね、年に1億円寄付を集める政治家っていうのは、イコール、商店街で、例えば年商1億円の店舗を持ってるオーナーと同じなんですね。ですから、寄付が当然、今回であれば、こういう時代です、こういう状況ですから、寄付は当然止まりますよね。企業が、もう大変な状態です。そこにじゃあ、例えば政治家の寄付は、政治家側が寄付してくれなんて言えるわけありません。ですから、おそらく見ててください。このまま行くと、永田町でも、なかなか厳しい運営をしなきゃいけないなオフィスも出てくる。ですから、よく評論家の方とかコメンテーターの方が、政治家は分かってないと、自動的に振り込まれる、文書通信交通費も、100万もらってる、どうのこうのってありますけど、あれでも各政党実は取り扱いが違うんですよ、皆さん。例えば自民党だったら立法調査費、これ1000万は自動的にチェックオフ、いわゆる党に寄付させられるんですね。で、例えば、自民党の各県連、東京都連とか大阪府連とかは個人で100万円それに上乗せて寄付しなきゃいけない、そんなルールもあるんですよ。で、実際寄付するわけですね。だから実際手元に残るものなんていうのは、これじゃあそれで1年間乗り切れるかって無理です。それだと文書通信交通費なんかもそうですけども、100万円もらって12ヶ月で1200万って言いますけど、これ50万ずつ分けられるんですよ、実は振り込みが。で、振り込みで入れられるのはこれ、いわゆる事務所に対して振り込まれるわけです。残りの50万っていうのはどうやってもらうかは自分で決めれるんですね。あともう一つ言うと、歳費の給与、なんとか議員連盟、なんとか議員連盟って、よく永田町に議員連盟っていうのがあります。目的を達成するための政策目的で、この議員連盟はですね、200円300円ぐらいの会費っていうのが実は必要なんです。で、議連の会員である限りこの会費を払わなくちゃいけないんですけど、まあ私父親が国会議員やってました。
親父の私が製作所をやってた時に、もう例えば月だいたい手取り120万円ぐらいの給与ですけども、この200円300円、時には1000円の会費、これ日米議員連盟なんて一番高いです、確か1000円だったと思いますが、月この積み重ねだけでですね、もう正直いくと80万90万ぐらいに、親父さんの時代なんかはなってました。ですからこういったいろんな永田町の本当の裏事情まで言うと、実はそうじゃないと。ですから私なんかよく国会議員の給与をねもっと苦労をさせる、国民と同じような辛さを味わわせるんだなんて、言ってるコメンテーターの人なんかいますよね。それ聞くために私思うんですけど、もうバナナの叩き売りじゃないんですから。逆に国会議員も三権分立、要するに最高裁判所長官の給与と、それから行政、すなわち各役所の事務次官の給与と、それから三権分立の立法府、国会議員の給与っていうのは三権分立ですから、平等で語られなきゃいけないという前提もあるわけで、で行政は役所でしょ、役所の代弁をしますよね、国益ももちろん考えます。司法というのは裁判所ですから、これはもうまさに天秤のようなバランスを考える、そういう平等の法の下の平等をバチッと司るところですよね。で立法府っていうのはこれ国民の代表、これが自民党だけじゃないんですよ、公明党だけじゃないんですよ、ここには共産党の代表もみんないるわけです。ですからいろんなオール与野党含めて全員の代表が集まってくる、この民の代弁をする立法府の代表、この給与が今の議論聞いてたら三権分立のバランスから見ると立法府だけ下げろ下げろって、下げるんだったらじゃあ役人も下げましょうよと、行政も下げるんだったら最高裁も下げましょうよと、裁判所も司法も、こうやっていかないと三権分立のバランスが、民の代理をするところがどん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 低くなっていくっていうことですよ。そうするとどうなるかって、民の代弁をする立法府の力が弱くなれば、当然国民の声は上がっていかないと。いやいや国会議員が悪いからだって言ったところで、じゃあ代わって出てくださいと、立候補したらいいじゃないですかと。いやいやそしたら金がないからって、何言ってんですかと。私たちだって、僕なんか例えば初めて出たのは25歳でしたけど、1円も金なかったですよ。でそっから始めたわけですよね。いやいやあんた3代目だろうと、じいさんばあさん、おじさん、あんた親父も政治家だったじゃないかと、きっと資産があるんだろうと、うちは麻生太郎さんの家とは違いますから財閥じゃないんですよ、みんなそれぞれ、じいさんは弁護士やって自分で刑事弁護やって稼ぎなした人、別にその前は九州から出てきてですね苦労しました、うちの祖母も学校の先生やってました、いろんなそういう歴史があって、もう3代目の私でも初代、2代目もうちの親父も初代、いろんな苦労もあった、みんなそうやって実は出てきてる、何も華麗なる一族みたいなドラマに出てくるようなパターンばっかりじゃないわけですね。なんかイメージがそうなってるんですね。だからもし、まあ、これ私実際に調べたんですけど、当時2003年小泉改革の時に、国会もある意味役所じゃないかっていうので財務省が あの時意見言ってきまして、で小泉改革のもと実は国会の衆議院参議院も改革しなきゃいかんという話が出てきて、まあこれ当然ですよね。ただし皆さん衆議院っていうと国会議員ばっかり思うでしょ、違うんです。あの時の改革は議員もそうだけど、議員は何やったかって言ったら議員年金廃止したんですよね、あの時小泉改革2003年、覚えてます？議員年金もうないんですよ国会は。で国民年金です、私も国民年金です。でじゃあその時衆議院も改革しましょうって話になった。衆議院っていうのは議員を、まあ言うならば面倒見る役人側のサイド、事務局側と言いますけども、もう実はあるわけですね。ですからそういった意味ではまさにそういうところも含めて改革しましょうっていう話になりました。で、あの改革の時に実は調べたことがあったんです。何だったかというと、国会議員を辞めてOB になった人の中でどのぐらい生活保護を受給している人がいるのかっていうのを実は調べてきたんですよ、その事務方が。そしたら確かですね、ちょっともう一回数字調べますけど、2003年当時で約30名ほど実は元国会議員で OB になった人、ね、引退した国会議員で生活保護をもらってる人が当時いたんです。でそのうち一人は社会党です、旧社会党で、そのうち残りの人たちは全部なんと元自由民主党の議員だったと言うんですよ。
これなんでかって、それは選挙に金かけたんですよね、多分当時の人たち。っていうことでそんなことになってる。ですから、イメージだとですね、なんかこう、自民党はもう悠々自適だみたいなイメージがあるけど、そんなことないですよ。これね、みんな実際に、そうじゃな、経験したことない人がそうやって言ってるけど、私経験してますから、自分で。だから、第一次情報です、これ。一次情報。本当のこと言ってますから。だから、みんなこう、いろんな、例えば新幹線タダで乗れるいいじゃねえかって言うけど、私なんか例えば新幹線乗らないですから、飛行機ですから。飛行機も我々はですね、チケットっていうのもらえるんだけど、チケットもらえるのはあれ大体、沖縄の人、選挙区のその、どんだけ地政学的に遠いかで、全部金額決まるんですよ、これ。私だったら大体10万ぐらい、月10万です。だけど、申し訳ないけど、往復するのに、まあコロナ禍はなかなか往復できませんけども、しかし、普通の時はですね、実は、毎週、必ず1往復はやるわけですよね。で、もう ひどい時なんか一番多かったら2往復半したことありますよ。1日で。東京、大阪、伊丹。それで最後はもう間に合わないから関空とかになるわけです。こんなこともするんですよね。ですから、航空運賃なんて簡単に言って、あいつらチケットタダでもらってんだろうなんて、そんなことないですよ。結局、もう足りませんから10万円もらっても。だからみんなあとは自腹切るわけですよね。そうやって、議員活動っていうのやってんです。じゃあなんでそこまでしてあんたらやりたいのと、よっぽど美味しいことがあるんだろうみたいなこと言ってくる人もいるんですけど、そんなことはもうありません。これはもう申し訳ないけど、時代劇の筋書きのストーリーのドラマをみんな見すぎ。ね。時代劇見て、お前も悪じゃのうみたいなことやって、金のもなかやってるみたいな、そんな印象ある人いますけど、全然違いますから。だからね、もう、はっきり言って、今、こう、まあ、メディアなんかでいろんな、こう、バッシングがあったり、みんないろんなこと好きかって言ってますけど、そうじゃないですよ。だから、何が言いたいかっていうと、要はですね、国会議員の給与や歳費のことをケチつけんだったら、もう、私の考えです。個人の考えとしては、0円か100、0円、0% か 100% に、どっちかにしてくれってことですよ。もう、いや、私は8割まで下げましょう。いやいや、私は5割まで下げます。いや、私は70% 下げますなんつって、みんながカッコつけてパフォーマンスやってですね、給与を全部削ってったら最終的にゼロになりますよ。バナナの叩き売り、段ボール箱の上で国会議員並べて叩き売りさせますか？それでいいんですかね？私は財産権っていうのも逆に議員にも認められてますから、ね。だからそれはそれで家族を守らなきゃいけない。だったら仮にゼロにする。ゼロにするんだったら、国会議員がちゃんと兼職して自分で食いぶち探して自分で食えるような風にさせてやってくださいよ。ゼロでいいですよ、それだったら。みんな弱肉強食。ね。みんな、楽市楽座。みんな自由、民主主義、資本主義、市場経済。国会議員も一緒だってならば、歳費ゼロにして、ね。それで、自分で稼ぐ食いぶちを作れるような形にしたらいいです。まあ日本みたいなそういう議論がある国もあれば、例えばシンガポール外交官見てください。もう、例えば外交官含めて3年目でもう外出るんですね。日本の3年目の外交官つったら、まだ外務省入ってもみんなコピー取りとかやってますよ。その時にもうシンガポールなんか外出るんです。シンガポールの役所の事務次官、年収1億円です。1億円。なんで？なんでですか？いや、実は、国民のために働いてほしい。汚職やめてほしい。袖の下やめてほしい。だからシンガポールの納税者は最初から悪いことして金取るぐらいだったら最初から1億年収上げましょうっつってやってんですよね。それが逆に言うとシンガポールのその給与歳費のあり方だったりもするんです。まあそんなことがいろいろある中で、まあ今テレビ見てて、まあ、いろんなもう国会議員だけバッシングみたいな感じの状態になってて、まあ確かにそういう意見、角度として我々も真摯に受けますと、国会議員の人たちも受けるだと思うんです。だからこれ与党も野党も関係ない、平等ですから。考えていただきたいのは三権分立のバランス。これ憲法記念日だった昨日、今日という意味で、これをどう考えるか。司法、立法、行政で立法府という国民の代弁をするところはそこしかないんだということです。そこを叩くポピュリズムで嫉妬と劣情を煽って政権を転覆しようとかって、これは今だけの話じゃなくて、中世の時代からずっとあるような話。こういうポピュリズム政治が起きていくことが、どんだけ国の全体的なリスク、要するに不安定を生むか。これだけコロナ禍で大変な時、これだけ本当に経済対策も必要な時に、政治を不安定にして、より経済がそれに連動して不安定になることを望みますか？ここは冷静に、
考えていかなきゃいけない、そんな時なんじゃないでしょうか。私はアベノマスクだとか、安倍さん確かに顔に合ってない小さいマスクしてて、なんとなくあのマスクもうちょっと広げてあげないなって思う気持ちもありますよ。だけど正直安倍さんだって総理大臣として苦労してたと思うんです。だからそこはそこ、この時は文句言うんじゃなくて、みんなでワンチームになって一緒にコロナと戦う、これが一番大事なんじゃないでしょうか。そのことを申し上げて本日の2曲目参りたいと思います。2曲目でありながらまた2曲続けていきたいと思います。まず1曲目は今夜のゲスト、ロバート D. エルドリッジ博士のリクエストで Please 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 Let Me Get What I Want という曲で、2曲目はイノセンスの I'll Be There、 2曲続けてどうぞ。時刻は午前0時34分47秒回ったところです。キス FM 神戸、中山康秀のヤストラダムス、今夜も生放送でお送りをしております。さあそれでは早速おなじみ中山康秀のヤストラダムスの特別ゲストといえばこの方、ロバート D. エルドリッチ博士に電話をつなぎたいと思います。ロバート博士こんばんは。こんばんは。元気ですか？はい、おかげさまで。皆さんはどうですか？元気ですよ。もう前回ご出演いただいたのが、確か去年のですね12月の29日でありましたので、約 4ヶ月ぶりということになります。そうですね、はい。元気でしたか？まあコロナ禍の中大変な思いを全ての国民、全ての世界の方々されておられると思いますが、ロバート家今回このコロナ禍の中やっぱりステイホームで頑張ってらっしゃる？そうですね、まあ、私はもともと家から仕事をしていることが多いので。なるほど。その意味ではまあ、不便はあまり感じていないんですが、はい、やっぱりまあ、日本全体あるその国、世界全体を見ると本当に、まあ、悲しい出来事だなと思ってます。で今年の2月にワシントンの方に行ったんですけれども、はい、で、ですね、ワシントンの空港、ダラス国際空港に着いた時には、うん、全く準備がされていないなというふうに感じていたんです。なるほど。検査とか質問とか何もなかったんです。で、ワシントン市内もまるまる何にも対策講じてなかったのはちょっとびっくりしました。はい、なるほどですね。でステイホームは守っているんですけれども、うん、先月4月から娘が、はい、九州の方の災害の、うん、はい、非営利団体NPO に勤めてて、ほほほ、でそれ約半年、うん、勤務ですけれども、はい、いろんな病院に回ってマスクを配布したり、はい、そのトリアージ用のテントを設置したりとか、うんうん、もう対策の方にはまあ、いろいろ手伝っている。はい、なるほどですね。まあ、だんだんそういうボランタリーな取り組みをですね、こう奉仕活動をやってらっしゃる方々も増えてるなと思ってて、まあ、日本国内ではですね、例えば、僕もよく食べに行くんですけど、クリスプサラダワークスというサラダ屋さんがクラウドファンディングでこう医療従事者の最前線で戦ってる方々にサラダを送るというですね、運動を始めてたり、あとはホテルの会社を運営し、ホテルを運営する会社で J-HAT さんという前の HIS の社長さんの平林さんという人が J-HAT の社長をやってるんですけども、この会社なんかは医療従事者が宿泊されるその部屋をクラウドファンディングで応援しようという取り組みをやったりしてるんですけども、ロバート博士がご存知のそういうなんか画期的な取り組みというか、こういう時期だからみんなで協力してできるっていう取り組み、なんかアイディアありますか？ですね、アイディアというよりやっぱり皆さんが私はその今回の、まあ、その出来事は、ね、暗いところもあるんですけども、明るい話もたくさんある。なるほど。でこれがまあ、この経験を通じて人類がより賢くなるのではないかと思ってます。必ずもそう期待してる。だから必ずいいことが生まれる。でみんな一人一人前向きにまあ、生きてほしいなというふうに思ってます。必ず
よりいい世界が生まれてくるということを、まあ、願っています、うん、ありがたいですね。でその中の一つさっきダスミスという、はい音楽をリクエストしていただいたわけですけれども、そのタイトルがですね Please Please Let Me Get What I Want という、はいタイトルでしたけども、このリクエストソングを今日博士が選ばれた理由っていうのは、うん、まあ好きだから。私から振ります、私から、はい、この今のねいろんな議論している中に、そのまあこういう時だから、落ち着かなきゃいけない、よく熟慮しなければいけない、熟慮熟考が必要だということもある。ただしこの機会、こういったまあ言うならば難ありありがたしって日本語ではありがとうのことを言いますけど、うん、まさにその難があってありがとうと言えるような状態ができうる可能性の、まあ、チャレンジというか機会もタイミングとしてあると。その中の一つで今世の中で議論されつつあるのが例の9月入学の話なんじゃないのという、でその話をたまたまこの間ね メッセンジャーでやり取りしてたら、はい、じゃあヤストラダムス久しぶりに出ようかって話になって、で今日こうやってロバート博士が来てくれたわけですけれどもね。ですからそういった意味で、はい、まあアメリカ国籍を有してらっしゃいますから、当然生まれてアメリカの学校のいわゆるこうタームというか、9月入学でずっと来られたわけですよね。そういう文化圏におられたと、教育の文化というかシステムで日本に来て、OSIP 大阪大学の国際公共政策研究科に准教授として、まあ、頑張ったり、その後海兵隊行かれて、で、まあ、教鞭もですね、ずっと取られたり、あと執筆活動されてるわけですよね今現在は。でお子さんはお子さんで、まあ、学校、日本の学校も含めていろんな経験をしてらっしゃると思いますが、ロバート博士はこの今回の9月入学の議論、日本国内での議論、ロバート目線でどんなご意見もしくはご感想をお持ちですか。うん、ありがとうございます。そうですね、実は、ですね、今年の、まあ、6月、来月か再来月7月上旬に約15年間取り組んでいる本が出版する予定です。で出版社が、京都にある紅葉消防という教育分野とか関わっている出版社ですけれども、はい、でそこからの教育不況からの脱出というものですけれども、でその中で9月入学の話実は しているなるほど。で、まあ、私はその9月入学どちらかといえば私は反対、うん、で強い反対ではないんですけれども、どちらかといえば反対、うん、でも議論は大歓迎です、うん、でまあ、私は安倍総理だったら、まあ、つい最近連休明けに、はい、各、まあ、関係する省庁が意見を出す、うん、でその問題点を整理するという指示をされたと思うんですけども、それがいいことというふうに思っています、うん、で問題は何を解決しようとしているのか、その元々の問題は何なのか、うん、で私はそれが多分整理しきれないと思う、うん、でその賛成する人たちの意見の中には、例えばその、まあ、主に大学のことを意識していたと思うんですけれども、はい、例えば留学生を海外から呼びやすくなるとか、うん、あるいは日本人の学生が留学しやすくなるとか、うん、なぜなら海外の大学の、まあ、多くは、9月、まあ、8月末、9月、10月入学が多いので、うん、その国際システムに、まあ、より合わせているということだと思うんですが、うん、だけどじゃあそれが理由だったらもっと検証する人があると思う、うん、例えば留学生がそんなに日本に今来てるのということが、まずつまり日本社会を大きく変える、その人たちのために大きく変える人があるのか、うん、であと
あの日本人の若者が果たして留学しているのか、あるいはそれで留学をより多くするのかが、正直ちょっと疑問がある。ほとんどの日本人の留学生は、短期的しか行ってない。1ヶ月以内。で、1ヶ月以内は1週間とか2週間の意味ですので、彼らのために日本社会全体を変える必要があるかどうかは、正直疑問が。あります。で、やっぱりその、まあ、日本の場合は会計年度とも関係するし、で、あと就職活動あるその就職そのものとも関係するので、本当に丁寧に議論しないといけないなと思ってます。で、もし説得力のある、まあ、議論だったら私は聞く耳があるんですけれども、今の段階では私は説得的な議論は、聞いてないので、ちょっと納得していない、なるほどですね。まあ僕もですね、この議論がまあ始まって、今主に例えばこう地方分権を担っている知事の中でも、その県知事なんかはですね、県府都道府県の知事、47都道府県の知事は、知事会で結構前向きな意見出してきていると思います。で、他方でその市町村の方々なんかはですね、意外と今のロバート・ディ・エルドリッジ博士と同じような慎重論のご意見なんかをおっしゃってる方も多いんですが、テレビのメディアだけ番組見てると、ニュースの編成をですね、ほとんどこの知事会の意見と、あと国の対立という構図で、こうニュースにも脚本があるような気がして仕方がないんですよね。なんかこう地方と国の対立軸を作って、わざとこうメディア、お家にいる方々にいろんなこうメッセージを意図的に送ってるんじゃないのと思わなくもないような、もっと市町村とかこれ記者の人たちも深掘りしていくとですね、もっといろんな意見実は出てくるんじゃないかと思うんです。で、例えば今日はですね、ロバート博士は慎重論としますよね、仮に。じゃあ私が今日役目柄推進論として、お互いロバートやっちゃんでこう意見が対立してるという、仮に想定でやっていくとするならば、僕はどんどん進めたいと逆に思うと思ってたとしたら、そのなんて言うんだろう、こう議論がですね、今その落ち着いてできるだけの情報というのが集まってないんじゃないかなと実は思うんです。それが一つと、あと先生も今さっきおっしゃったようにですね、実はこれ今回のコロナ禍だからという前置きがあるのと、あとコロナの時じゃなくても実はこの9月入学の議論というのは、かねてから実はあった議論でもあるわけですよね。そこの今までの過去の議論の情報も全て集めてきて、精査してやらないと、これも実は政争の具としての扱いになって、さっきも申し上げたように、こう地方分権の地方自治体の首長対こう国の総理もしくは閣僚政府のこうなんていうかな、こう衆議院選挙が少なくとも来年予測される中でですね、少なくとも任期が来る中で、いろいろこれを政争の具に供しようとしているような風にも見えなくもないなと思うんですよね。で、どう思います博士、これ例えば今これ議論やって、いろんな例えばやるにしてもですね、できるところからやるっていう話もありますし、じゃあ9月入学にすれば遠隔授業で使うためのツールを、例えば今年は iPad みたいな、ああいうタブレット端末、あれ約2000億円以上予算取って、これ全学年義務教育の学年に配るんですね。で、通信環境がご家庭の事情でないようなところには通信用のデバイスも実は配るということを今国の方でこの今回の補正でそれも盛り込んでるんですよ。ですからこういうところにも議論が派生する可能性はあるなと思うんですが、どうでしょう、こうこれからどういうふうにこの国内での議論が前に進んでいくだろうと予測をされてますか、どんな見方されてますか。まあ、確実にその いろんなスピードが変わっていくと思う。いろんなスピード、いろんなスピード、はいはい、
例えばテレビ会議がもっと導入するとか、はい、あるその自宅から仕事するとか、学校とその地域との関係が多分変わっていくと思う、はいはいはい、学校とその家庭との関係も変わっていくと思うし、まあ、いろんな、まあ、いい意味と、まあ、良くない意味両方も入ってると思うんですが、はいはい、その約3週間前にある番組を見たら、私は韓国の方が一番その教育システムが、特に義務教育がしっかり体制ができていると思う。なるほど。すなわちその中央政府が、まあ、授業を用意して、でこれ全国にまあ、その配信するという形ですけども、はい、日本の場合が、まあ、ほとんどと言っていいぐらい各学校が対応しないといけない、でそれが相当の負担になっている、だからそういうようなちょっと新しい仕組みが、はい、どうしても必要となってきていると思います、でさっきの9月入学の件で、もっぱらその大学の話していたんですけれども、はいはい、これがじゃあ、ですね、小学生たち、あるいは中学校高校のためにもこれがプラスになるのかは、かなり疑問がやっぱりあります。なるほど。だから議論していいと思うんですけれども、何を解決しようとしているのかが、その前提がみんな共通認識を持ってないと議論が非常に変な形になる、もしかすると中途半端で終わってしまう、なるほど。なるほどですね。まあ、例えばですね、韓国の今例が出ましたけど、僕いつもその思うのは、例えば韓国の教育っていうのは日本に対して、例えば歴史教科書の問題で、よくクレームみたいなものをつけてくる時があったじゃないですか。でその時私いつも思うんですけども、韓国って、日本ってこの教科書っていうのは出版社が自由に書いて、それで教科書検定がある、で学校側もいくつかある教材の中から自由に教科書を選べるわけですよね。ですから基本的に自由なんですよね。だけど韓国の場合は国定教科書ですから、例えば歴史の本でも何でも一冊ずつしかないわけですね。これも中国もそうだと思いますが、すなわち教育を中央集権することができるという部分に関しては、おそらく日本がこうバラバラにやらなきゃいけない部分っていうのは、そういうところにも理由はあるのかなと。要するに各県の教育委員会とか、の中でも学校がまた自由に、教科書を選定できたり、あとは副読本なんかっていうのも、こう先生がこの副読本を使おうと思ったらそれを使用することができたり、ちょっとこう違うのかなっていう気もするんですよね。その点どう思われます？おっしゃることそうですね、分かると思うんですが、まあ、少なくともその、ですね、主観性ではなく、はい、客観的な、その科学的な分野に関しては中央でやっていいと思う、要するにその学校の負担をなるべく、減らす、その今はどちらかといえば何にも教育が提供されてない状態です。確かに、何にも設備がなかった。例えばオンライン教育をしている学校は、わずか 5% しかない、でその体制が整えているところは約3割しかない、ということです。私の息子の学校は、ですね、2日間の週末を利用して、全てオンライン教育に切り替えた。なるほど。インフラがあったから、でもそれ私立学校ですので、そういうことがあったと思うんですけども、公立だったら多分インフラがない状態だったと思う、だからその、まあ、自由度を守ることは大切ですけれども、だけどその教育をとにかく提供するのはもっと重要というふうに、まあ、思っています。
そうですね。いや、本当その通りだと思います。ですから、まあ、この議論、今晩のアストロダムスだと時間が足りなさすぎてですね、前に進むことを、もうここまでにしたいと思いますけども、これからですね、この議論というのは、いずれにしても、いろんな先生がおっしゃる通り、意見の交換というのがされると思います。したがって、このアストロダムスとしても、常にこのアップデートをしていきたいと思います。その、どういう意見があって、どういう議論になってるかって。で、その都度ですね、もし、ロバート博士さん、よろしければ、また意見交換をさせていただいたらありがたいなと思います。いずれにしてもやっぱり、こう、落ち着いて判断していくことが重要だという認識で、あるということですよね。すべての、まあ、今回のこの9月入学のことに限らずということですよね。そうですね。やっぱり議論をやっぱり丁寧に検証する必要があると思う。前提は何なのか、でその前提の背景は何なのかを冷静にやっぱり議論することが大切、なるほど、ありがとうございます。もう今日は今までご出演いただいたロバート博士の過去の番組の中で今日一番落ち着いてたご意見だったと思います。深い意味はありません。逆にね、やっぱりこうテレワークでこうやって今日ご出演いただいてるわけなんですけどもね、なんかかえってこの方が落ち着きますね。ともスタジオにロバート博士がいるとついついこう友情と愛情が勝ってしまいましていろんな意見交換に弾みが出てくるわけですけどもね、まあいずれにしましても今日は本当に遅くまでありがとうございました。他にもね今日はねいっぱいお話ししたいことがあったんですけどもちょっといろんな話でいっぱいになっちゃいました。でたくさんメッセージもいただいてるんですけどももうほとんど読む時間がないんですが、ちょっとパパッと読ませていただきます。キスネームタイスさん、兵庫県豊岡市にお住まいのタイスさん、ありがとうございます。中山さんのヒートアップしてる時のトーク大好き。メディアの政治家批判はダメではありません。チェック体制を守る上でも必要だと思いますが、国民の不安を煽るような放送をしている番組には政治家側から厳しいチェックをしてください。間違った情報を流されちゃ政治家も困るですよ、というご意見。それから、キスネームボンさん、神戸市にお住まいのゴンさん、こんばんは。国会議員の給与問題もらいすぎって言われてるけど、衆議院なんか解散されたら任期に関わらず失職するわけですから、と。ある意味一番綱渡りの職業ですよね、まあ、ある意味究極の非正規雇用的なこともあると。一番恐れているのが政治家を志す人が少なくなることですよね、と。その代わりに知名度のあるタレントや芸能人、よくわからない会社の社長、スポーツ選手が手を挙げる。政治家にはプロはいないと中山さんはおっしゃいますけど、世襲は一番効率の良い政治家の育成システムの一つなのかなと思います。バッシングもあると思いますが、政治家の皆さん、コロナに負けないでください、というご意見ありがとうございます。他にもありますね。キズネームバーガーさん、神戸市中央区にお住まいのバーガーさん、 SNS で見たんですが、とんかつ屋さんで火事があり、店主の男性がお亡くなられたようです。しかも体に油を浴びていた形跡があると、見ていて辛くなりました。これからこのような形で行き詰まった方が自殺する、自ら命を絶つ案件も増えてくると思うと気が滅入ります。批判だけするコメンテーターはいなくなるべきです。なぜ視聴者のストレスを煽るような発言しかできないんでしょうか。あんなものを見せられていて自粛中にリラックスできるわけありません、という、バーガーさん、ありがとうございます。それからですね、キズネームミリコさん、中山さん、ロバート博士、こんばんは、と。憲法記念日にあたり、総理が民間憲法フォーラムへ寄せたメッセージはうなずく部分が多くありました。国民の生命財産を守るべく時代にそぐわなかった。そぐわなかったり足りない部分は改正すべきと思うのですが、国会では議論すらままならない状況、結果として不利益を被るのは私たち国民なんですけどね。さてここ数日9月入学についてメディアも含め話題となっています。各社のアンケートを見るに現役世代の反対が多いのも特徴かなと。メリットデメリットが様々思い浮かび、個人としては賛否どちらとも判断がつきかねているのですが、メリットの一つとして挙げられているのはグローバルな対応という部分では、入り口ではなく出口の柔軟化が対応できるのではないでしょうか。例えば海外旅行を望む中高生には成績に応じてより柔軟な飛び級や前倒しで6、7月には卒業を認めたり、うんぬんと。まだまだ文章いっぱいいただいてますけども、残念ながら時間が参りました。中山康秀のヤストラダムス、今日はロバート博士、ありがとうございました。あれ、博士はもういなくなっちゃった。わかりました。博士、ありがとうございました。それじゃあいずれにしましてもですね、皆さん本当に、深夜まで
放送、生放送お聞き及びいただきましてありがとうございました。くれぐれも感染症対策の基本にのっとって手洗い、うがい、励行していただきますようによろしくお願いします。くれぐれもご自愛ください。それでは今夜はここで失礼いたします。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、今夜のヤストラダムス生放送、皆さん今日もありがとうございました。いろんなご意見がありましてですね、本当に全てを読んで差し上げたかったんですけども、時間の都合で、ここまでとなります。どうかお許しをいただきますようによろしくお願いします。またいろんなご意見もですね、Facebook それから Twitter と、頂戴しておりますので、また後ほど拝見させていただきたいと考えに思います。とにかくですね、この緊急事態宣言が伸びて、より一層経済で、ダメージが大きくなってくるということは、これどなたでも予測が可能だと私思います。でその中で私、政府に対して、もっともっと強く働きかけたいのは、この給付なんかでもそうですけども、やっぱり足りないんですよね、はっきり言って。それとやっぱスピード感、これも重要だと思います。1週間後と2週間後じゃ全然違います。そういった、まあ言うならばこの時期をですね、どう考えるか乗り切るかということをですね、もっと真剣に、まあ、当然政府も真剣にやってんだけど、だけど人手の問題とか、いろんな人繰りの問題とか、いろんなことがあって、なかなか限界の中でマックススピードで進んでるのも分かるんですけど、何かもう一歩、例えば手続きの簡素化を含めてチャレンジできるようなことをさらに、やっていくべきじゃないかなというふうに思ってます。でもう後からですね、不正なんかする人は後から捕まえたり、パニッシュメント、罰を与えるということでいいと思うんです。とにかく時間を急いでる方々に、できるだけたくさんの額をきちっとお渡しをしていくことっていうのは大事だと思うんです。で実はですね、私日本のメディアはあんまり取材は正直、してくれるとこしてくれないとこいろいろあるんですけど、一番最初にこの新型コロナウイルスの件で、私のところに来てくれたのは実はアメリカのブルームバーグだったんですね。でブルームバーグがですね、取材してくれたデータがどこあったんだけど、どこ行っちゃったかな。ブルームバーグが来てくれたんですよ。結構だいぶまだ時間があった時に来てくれた。あ、ちょっと食べてないのかな。まあ、皆さんぜひ読んでいただけたらと思います。私のブログ、アメーバブログやってますけど、アメブロにですね、その時のことを載せてます。アメブロの、アメブロのですね、よいしょ、ちょっと待ってください。これですね、2020年3月31日のブログに、掲載させてもらってるんですけども、ブルームバーグのアメリカ北米の、まあ、ネットですから、まあ、関係ないといえば関係ないんですけど、エリアはですね、ブルームバーグで、今年の3月27日午前9時53分に、出された記事なんです。でレスポンスアフタークリアリングバジェットハードというタイトルなんですけども、その中にですね、私が答えたコメントが載ってて、そこに何て書いてあるかというと、こういうふうに私
申し上げたんですね。ここにこう書いてある。Some lawmakers in Abe's party have called for much larger amounts。 あのこの時はですね、まだ10兆とか20兆30兆ぐらいのレベルの議論しかなかった時なんですけども、ここで私が実は発言したのが、こう言ったんです。 I think if we passed the equivalent of 2 years budget in a year, that would put people's minds at rest. So if the budget for a year is 100 trillion yen, we should double it to 200 trillion yen.said lower house lawmaker 安井中山と実は言ってるんですね。要するに普段1兆円の予算を組んでるんだったら、この機会はダブルにして普段100兆円組んでるんだったら200兆の予算を国家予算として組まないと国民に安心は提供できないと、国民の心が安心することはないだろうというふうに、実はこの時点で申し上げてるんですね。でこれ私の言ってるのはですね、今政府がやってるバジェット100兆円上回ってるわけですけど、これ事業規模ですから真水の部分というのは非常に少ないわけですね。ですからこの真水の幅っていうのを本当に、まあ、ある意味額面通りに増やしていかないとダメだということはいずれにしても思います。いわゆる将来に借金のツケを残したくないっていうのは、これ私も親ですから、子や孫のことを考えると将来、いろんなそういった意味では借金を背負わせてしまうことになるかもしれない。しかしこの100年に一度と言われるパンデミックのこういった状況の中で、しっかりとですね、そこは借金をしてでも今回のこの対策にきちっと当てていくことというのは、それこそ本当の意味で命を守る政治になると思います。実はこの命を守る政治っていうのも、今更命を守る政治かと思うかもしれませんが、実は前の私選挙の時に自分のキャッチコピーは命を守る政治だったんですね。ですから、まあ、今回気持ち悪いなってある意味思ってて、前の選挙の時命を守る政治をやりますって選挙を勝たせてもらって、今回まさに命を守る政治というテーマが実は今出てきているということ、これをですね本当に不思議な気がしておりますが、しっかりとですね政治家も命かけて守るという気持ちは他の自衛官の方々と含めて私は少なくとも変わりませんから。ヨルダンの時もですね、いろんな批判を受けました。なんでかって言ったら湯川さん後藤さんを命を助けることはできなかった。だけど現地対策本部長として、ある意味こっちも決死の覚悟で、テロリストと向き合いました。いろんなことが実はあったんです。そのこともいずれお話ししたいなと思ってます。しかしいずれにしてもですね、そういった意味では政治家も時までは命をかけると私口が腐っても言いませんでしたけど、ヨルダン以降は私も命をかけますということは政治家として頑張れるということはきちっと言えるようになったと自負しておりますので、それも含めてですね、やっぱり我々も真剣に取り組んでいかなきゃいかんと思ってます。今回のこの件もですね、この3月31日、すなわち私の書いたブログは3月31日、ブルームバーグは3月27日、それよりも手前の取材の時点で私はっきりと100兆円をプラスで、予算を予算化すべきだというのを強く強く言ってますので、そういったところもですね、ぜひご理解をいただけたらありがたいなって思います。いろんな今日は思いお話しさせていただきましたけども、ぜひですね、このコロナ禍の中、皆様方におかれましては、いろんなメディアの発信がありますけども、ぜひ注意をしながらご自身 その情報の取捨選択をですね、していただきたいというふうに思うんです。最後にね、今日実はニューズウィーク、日本版こんなのがあるんですよね、ニューズウィークジャパン、日本への提言という、これ私買って実は読んでみました。でこの中でいろんな提言とかもそういうのもアフターコロナのことも含めていろいろ載ってるんですけども、それプラスですね、やっぱり気になってんのはこんな記事があったんです。ベトナムの切り札は中国へのサイバー攻撃という記事。民主的なアプローチから独裁的な手法まで、新型コロナウイルスへの対処法には各国のお国柄が現れるもの。アメリカのサイバーセキュリティ企業のファイアアイによれば、ベトナムは独自の諜報活動を通じてウイルスの猛威に立ち向かおうとしていると。
同社が4月22日に発表した報告書によると、ベトナム政府はハッカー集団を使ってコロナ危機に関する情報収集を目的に中国政府や武漢市当局を攻撃。最初の攻撃は1月6日とみられ、まだ危機感の薄い時期から手を打っていたことがわかると。で、背景には中国への不信感がある。ベトナムと中国は近年南シナ海の領有権をめぐって対立していると。2003年の SARS、この危機の際には中国の隠蔽体質について教訓を得た影響もあるかもしれないと。ハッキングの成果か否かは不明だが、ベトナムは大規模な検査や外出禁止などの防疫対策により感染の拡大をほぼ封じ込めているというですね、このベトナムの切り札は中国へのサイバー攻撃という、こういう記事が実は載ってるんですね。皆さんもよかったら参考に買って、見ていただけたらと思いますが、で、ですからこの中国の今回のこの、まあ、言うならば隠蔽体質、普段からこれあるわけですよね。で、その中でアメリカの今トランプ大統領がですね、選挙のキャンペーンに、まあ、まさに突入している中で、この中国に対するバッシングというか、ものすごいこのバイデン候補とトランプ大統領の間のこの戦いの中で、まさにですね、せめぎ合ってる。しかもこの中国をネタにしてせめぎ合ってる。で、NHK のニュースで、実はその、ちょうどうまくこの米大統領まで半年中国争点に浮上と、両陣営が批判の応酬というね、実はこの出てるんですよ。で、これ With respect to China, we're not happy obviously with what happened. This is a bad situation all over the world.連日のように中国批判を繰り返すトランプ大統領。感染拡大の責任は情報を隠蔽してきた中国にあると主張しています。 We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. こちらは与党共和党の選挙向けの内部文書。大統領の初動の対応に批判が集まる中、責任は中国にあるとして中国を攻撃するよう助言しています。さらにトランプ大統領の陣営は北京バイデンと名付けたウェブサイトを作り、野党民主党のバイデン前副大統領は中国寄りの候補者だと訴えています。China is killing our jobs, stealing technology, putting America's health in danger. And Biden? They're not bad folks, folks. After 47 years in Washington, Joe Biden just doesn't make sense. こうした内容のテレビ広告を日本円で10億円以上かけて、勝敗の鍵を握る接戦州で集中的に流しています。対するバイデン氏の陣営も反撃に乗り出しています。16億円を投じてバイデン氏こそ中国に意見を言える指導者だと訴える動画を流しています。トランプで6億円多いと。I will put the CDC officials back in China and I'll demand independent international investigation. 背景にあるのは変化する国民感情です。感染者が113万人、死者も6万人を超え、世論調査で中国に好意的でない人が 66% と10年前の倍近くに増えています。専門家は中国に弱腰と判断されれば選挙で致命的になる恐れがあると指摘します。Americans in general want a president who is assertive in foreign affairs. I think Americans are going to be rethinking the relationship with China, and whichever presidential candidate captures that best will have an advantage in November. ということなんです。だからこれ NHK のソースですけれども、これ見ていただいたら分かるように相当強烈に大統領選挙のキャンペーンをああいう形で CFO コマーシャル作ってですね、やっていると。で、まあこれ、アメリカらしいって言ったらそこまでなんですが、ここでですね、実はこの同じニューズウィークのこの日本語版の16ページに、
実はこの、グレン・カールさんという元 CIA 工作員、約20年間にわたり世界各地での諜報工作活動に関わり、後に米国家情報会議情報分析官としてアメリカ政府のテロ分析責任者を務めたこのグレンさんがですね、記事を書いてですね、グレン・カール、このニュースウィークの本誌コラムニスト、元 CIA 工作員というタイトルで、出てらっしゃると。でこれちょっと読みますね、ちょっと読みます、中国ウイルス、トランプ・ディスインフォメーション・キャンペーンというタイトルですね、中国ウイルス情報操作の一部始終と、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は中国の邪悪な科学者が生物兵器を開発しようとしてコウモリのおしっこの扱いを誤ったために拡散した。アメリカの共和党政治家や右派メディアがこの種の主張を始めたのは意外でない。アメリカが5万人を超す死者が出て失業率が 20% を達しているのはトランプ大統領の責任ではなく全て彼らの責任だというわけだと。新型コロナウイルスが中国武漢の研究施設から流出したというのは明らかにトランプ支持派による情報操作だ。私はこれまでのキャリアを通じてこの種の工作をいくつも見てきた。情報操作が行われるとやがて政治指導者が広めたい真実が真実として受け入れられるようになり、虚偽をまき散らす人たちが国民から支持されるようになると。情報操作は以下のように行われる。まずどこかのメディアが打ち消したい情報とは異なる主張をする。断片的な状況証拠や偶然の一致を根拠にして主張を展開し陰謀をほのめかす。そのメディアは別に大手メディアである必要はない。次にもっと有力なメディアや有名人がそれに言及する。ほにゃららかもしれない、ほにゃららという報道もあるといった言葉とともにその情報にお墨付きを与えるのだと。すると複数の真実が並び立つ状態になり、真実が相対化されたり否定されたりする。トランプが対応の遅れで非難を浴び始めていた今年2月、保守系タブロイド紙のニューヨークポストは中国の研究施設からウイルスが流出したことを中国当局が認めていないという記事を載せた。同紙のオーナーはトランプ支持者であるメディア企業経営者のルパート・マードックだ。4月になると熱烈なトランプ支持派のトム・コットン共和党上院議員が保守系ではあるが権威ある経済誌のウォール・ストリート・ジャーナル、やはりマードック参加への寄稿でこう述べた。アメリカ政府は新型コロナウイルスが武漢の中国政府の研究所由来のものかを調査している。トランプの広報機関に等しい FOX ニュース、これもマードック参加もこの話を取り上げ、米情報機関もこの件を調査したなどと報じた。そしてトランプ自身も中国ウイルスという言葉を使い始めた。こうして悪いのは中国でトランプには責任がないと主張する報道が大量に流れるようになった。しかし武漢の研究施設を訪れたことがあるアメリカの一流科学者たちは揃ってこの疑惑を否定している。米情報機関も中国の科学研究や生物兵器開発と新型コロナウイルスを結びつける証拠はないと結論付けている。そもそも情報機関が調査したのは中国に疑念を抱いたからではない、ホワイトハウスから命令されたからだ。つまりホワイトハウスとトランプ支持派は自分たちで中国が疑わしいと言い、政府機関に調査を命じておいて、その類の説を取り上げた報道や調査が行われたという事実を理由にその説に信憑性があるかのように主張している。これは情報操作の古典的なやり口だ。 CIA の定番ジョークによれば、大惨事が起きた時は何も認めず全てを否定し徹底的に反論せよと言われる。トランプは今回初めて CIA のアドバイスを採用したらしいと。ウイルスが中国の施設から流出したというトランプや右派メディアの主張は全て虚偽と妄想だ。
この種のデマは社会の信頼感を蝕む人々の安全を損なう。その一方でトランプの嘘とデマ、そして救いようのない無能ぶりによる死者はアメリカだけでいずれ10万人を突破するだろうという、この元 CIA の工作員グレン・カールコラムニストが、ここにこういうふうに書いてるんですね。これ正直言ってこれを読めばですね、トランプ批判を痛烈にしているということです。まあ民主党系支持者なのか、まあ、コラムニストだから中立なのか、ニューズウィークがどうなのか、だったらニューズウィークこうやって中国のさっき読んだようなベトナムの話なんか載せないかもしれません。ですから仮にニューズウィークがまあ中立性を担保していらっしゃって、でその中でこのグレンさんっていうのがある意味こういったバランスで書いてらっしゃるということも言えるかもわかりません。他方で、このコメント自体が実はもうすでに情報操作の可能性もあるということは、これ否定できない可能性もあるということだと、それも言えるわけですよね。ですから何が本当なのか何が嘘なのかもうわからないという状況になってしまう、これを読めば。でじゃあ今実際アメリカなんかで何が起きてるかっていうと、まあ、いろんなことが起きてるんですけど、日本ではですねほとんど拾われてないニュースソース、まあ、ニュースの中にこんなニュースがあったことを、先週の私のこのヤストラダムスの番組で、ご案内をさせていただきました。それはどんなことだったと言いますと、これ BBC ニュースで流れたんですけども、アメリカのハーバード大学の大学教授がですね3人訴追されたと、中国との関係を隠した疑いという報道が出されてました。でこれちょっと事件をおさらいしたいと思いますが、アメリカの司法当局は1月の28日今年ですよ、この1月28日にハーバード大学の科学部の学部長とあとボストンを生活拠点としていた中国人の研究者2名これをですね中国政府を支援したとして訴追をしています。で起訴されたチャールズ・リーバー教授、これハーバード大学の教授ですが、中国側との関係について虚偽の申告をしたとされているんですね。でリーバー被告は中国政府から100万ドルこれ約1億900万円を超す助成金を受け取ったとされています。ハーバード大学は教授の起訴を受けて声明を出して極めて深刻だとしております。でさらにリーバー教授を無期限の休職処分にしたとハーバード大学は発表してるんです。で、検察当局によりますと、ボストン大学でロボット工学研究をしていたイエ・ヤンジンっていう被告が一人、これ中国人なんですけど、実はこのイエ・ヤンジン氏はですね中国の人民解放軍の実は軍人であるということを隠して実は学生ビザを取ってアメリカに渡ったんですね。で軍人として実は勤め続けてたんです。でアメリカで多くの任務を果たしたとされてるんですよね。でまたがんの研究者だった、ジェン・ザオソン被告がですねこのボストンのローガン国際空港、ボストンのローガン国際空港でカバンの中に生体サンプル、これを21個実は所持していたところを逮捕されました。で検察当局は被告は中国に戻って研究を続ける予定だったというふうにしているということなんですね。で裁判の資料を見ましたら、これ誰でもホームページ行ってですねアメリカの司法省をアクセスしたら読めるわけですけれども、ハーバード大学のリーバーリサーチグループの筆頭研究者だったリーバー被告はですね、米国立衛生研究所やそれから国防総省ペンタゴンからトータルです1500万ドル、約日本円にして16億3600万円を超す助成金を得ていたということが明らかにされています。でこれらの助成金の対象者はですね外国の政府とかそれから組織からの経済的な援助を含め全ての利害関係についての申告が実は義務付けられているんですが、リーバー被告はですね、2011年このハーバード大学に実は知らせないまま中国の武漢理工大学の科学者となったとされています。ちょっとごめんなさいね、ツイッターがちょっと斜めになってごめんなさい。よいしょ。
要するに武漢理工大学という武漢テックとでも言うんでしょうかねの科学者となったとされた、これ報告してなかったわけですね。で、多額の給与とこの生活費をその大学、いわゆる武漢大学からも科学大学からも得てたということなんです。で、同時にこのリーバー教授は外国の研究者らを引き寄せることを狙う中国の千人計画というものにもですね加わっていたわけですね。で、アメリカは以前この計画について安全保障上の懸念があるという警告を発しておりました。で、リーバー被告はこの武漢テックでの役割の対価として、さっきも申し上げましたけども、月給で約5万ドルですから、日本円でだいたい550万円で、生活費として上限15万8千ドル、日本円にして約1700万が与えられたということなんですね。で、この武漢テックからさらに同研究所の設立費用として150万ドル以上を支給されていたとされます。で、リーバー被告はその見返りとして同大学のために働いたりとか、特許を申請して大学名で論文を発行することが期待されていたというんですね。そのことをリーバー被告は申告しなかったということなんです、アメリカ側に。で、捜査員の調べに対して千人計画との関わり、それから武漢テックとの協力関係、嘘を述べたということなんですね。で、マサチューセッツ地区の連邦検事のアンドリュー・レリング氏は記者会見で何て言ってるかと言いますと、これは中国政府が戦略的なギャップとみなしたものを埋めようとする非常に直接的な行為だと述べたと。で、中国は千人計画について優秀な才能を国内に引き止めて頭脳流出を防ぐのが目的だと説明をしています。何十万人もの才能のある中国人がアメリカやイギリスなどの最高レベルの大学で学んでそのまま定住してしまうことを政府は問題視しているということです。一方、アメリカは中国が知的財産を繰り返し盗んでいると見て、おりまして、アメリカは過去何十年にもわたって中国が科学および技術分野で窃盗行為をしていると告発をしております。で、アメリカの連邦捜査局 FBI はこの千人計画についてですね、中国による非伝統的なスパイ行為を実現するために利用され得ると警告をしています。ただ問題として報告されるケースは多くはスパイに絡むものじゃなくて、金銭的利害関係を完全に申告しなかったなどの倫理規定違反という形になります。ですから、アメリカの中にもそこを埋める法律は今ないということが言えるんだと思います。まあ、トリーズンって言って、その国家反逆罪っていうのはありますけど、そこにどこまでこう抵触するかっていうのは微妙な争いがあるということだと思います。で、アメリカは中国との貿易戦争が始まった2018年以来、千人計画への監視を強めている一方、中国は同計画について大っぴらに話すのを避けていると言われています。中国の国営タブロイド紙環球時報では、アメリカの懐疑的な態度をヒステリーだと、アメリカがヒステリーだって言って中国は表現していると。2008年以降、中国国外に生活拠点を置く7000人以上の研究者や科学者が千人計画に参加している。その多くは実は中国系であります。まあ、このアメリカの取り締まりがですね、人種による差別、選別ですね、ごめんなさい、につながってはならないと多くの人が警告しています。台湾系アメリカ人の著名な HIV 研究者デイビッド・ホー氏は、あるメディアのインタビューで、政策を実施するなら中国人科学者だけではなく全ての人に対して実施すべきだと提言をしているという、指摘もごもっともだと思いますけど、実際にこういった、まあ、スパイ活動のような形でですね、事実上のハーバード大学の学部長までが逮捕をされてたっていう事実、これ日本のメディアでほとんど私だけが知らなかったかもしれませんが、ほとんど報道されてないという気がいたします。ですから、ましてやこう生体サンプルを21ケースもですね、ローガン空港から、ローガン国際空港から持ち出そうとしてた、そういう人がいたということ自体、ほとんどの人がご存じないんじゃないでしょうか。ですから、私、いろんなこの情報操作だとか、いろんな意見も確かにあるし、それは CIA の元工作員の方が言えば、あ、そりゃそうなのかなって思いますけど、何が本当に真実で何が嘘なのかわからないと。いずれにしても、私たちが追求すべきは真実を知りたいということ。で、中国もですね、このいわゆるウイルスの問題に関して、今のところきちっとしたどういうことでこうなったかっていうのは言ってないということだと思いますから、やっぱり情報はきちっと明らかにしてほしい。これ水売り所から始まって、もういろんなところで今訴訟が起きてて、損害賠償請求してるのがもう
K の単位まで来てると言われてますけど、これが一体どういう風になっていくのか、そのぐらい逆に言えば中国は今世界国際社会から信頼を失っているということが、少なくともこれは事実として言えるんだというふうに思います。で、そういった意味ではそういったところをやっぱり中国にはきちっとこのクリアに情報開示をしてもらいたいということが一つ、それともう一つはですね、やっぱり南シナ海に対する進出ですね、今回のこの中国武漢ウイルス、中国の武漢から発生したこのウイルスに関してですね、日本の例えば尖閣諸島、この沖縄県に 領海に侵入してきたりとか、領空侵犯を繰り返しやったりとか、危険、いわゆる接続水域に何度も来てみたりとか、もうこういった行為を中国からそのいわゆる病気が広まって、世界が今その影響を受けて、たくさんの方々が命を失う、もしくは命を守るための戦いをみんながやってる時に、一体何をこう軍事的な挑発をしてくるのかということ、このことに関してですね、一番最もこの中国に対してものを言いたいということ、今はそういう時じゃないということをですね、はっきりと申し上げとかなきゃいかんと思います。でまた北朝鮮は北朝鮮で、ついこの間まで、金正恩氏が20日間ほど姿を見せなくって、それで最近は姿を見せ始めたうんぬんという報道が昨日あたり出てました。で肥料工場かなんかを視察したという話も出てました。でそこへまた手の傷があって、これはカテーテル手術をしたんじゃないか、心臓病の手術をしたのか、いろんな話が出てました。そうかと思ったら、安倍総理が真榊を靖国神社に奉納したことを、いろんなことをこう誹謗中傷して、日本は許されないみたいなことも言ってました。だけどそれだったらですね、拉致した人返してくださいよ。いつになったら返してくれるんですか。この拉致問題含めて、核ミサイル問題、いろんな問題を金正恩氏、あなたのお父さんやおじいさんがやってきてるわけですよね。この問題に対しては、じゃあ孫のあなたがどう解決をさせるんですか。そのことは一切誰もあなたに指摘する人はいないじゃないですか。だけどこれはですね、やっぱりきちっと総理が、この私これだ言ったんですよね、あるあの外務省のミーティングで言ったんです。今こそ総理がですね、金正恩と話すチャンスの一つなんじゃないかと、そうやって捉えればいいじゃないかと。いやいや、今その党外交も含めて北朝鮮に行くべきじゃないと言うんですよね。だけど僕ははっきり言ってるんですよ、やるべきだと。行くのは、まあ今回のこの武漢で、武漢ウイルスの問題、いわゆる中国から武漢から発症したこの今回の新型コロナウイルスの問題で難しいかも分かんないけど、テレワークでいいじゃないかと。テレワークで、まあズームだと難しいかも分かんないけど、ちゃんと LINE を確保して、歩費がかかるようにする LINE でもって、電話会談でもいいですよ。ビジュアルの会談だったらなおさらいい。これで金正恩氏と安倍総理がバイで直接会談するってこともありえるんじゃないですか。お互い行かなくていいんですから、そのぐらいやって向き合うべき時なんじゃないでしょうか。はい、やっぱりいろんなことを考えていかなきゃいけない時だと思います、外交も。ですからこのコロナ禍の騒ぎを利用して次の準備をしたたかにやってる国っていうのは、当然中国も含めてたくさんあると思います。それに対してもう国内の内政だけでガチャ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 してってですね、やってたら、この安全保障面とか外交面でどんどん乗り遅れてってしまうということがあります。ですからアフターコロナを想定した日本の外交、日本の安全保障っていうのを今だからこそきちっとやっとくというのが、最も今このコロナ禍で私たちのような国政に携わる政治家が同時に考えとかなきゃいけない別のトラックの話なんだっていうこと、このことも考えとかなきゃいけないと私は思います。そしてレビデシビルという新たな薬が、これ治療薬として、見つかってきまして、1週間以内に承認をするというような報道も出てます。とにかくコロナにかかっても死なないんだという安心感をですね、提供するためにも、こういう治療薬とかワクチンの開発というのはもっととも早くやるべきだというふうに思いますので、このこともですね、きちっとやるべきだと思います。いずれにしてもいろんな話を申し上げましたけども、私自身もですね、いろいろと思うところがありまして、で、なおかつもう6週目になりますかね、いつも私も、
毎週末、大阪に帰って、街頭演説を天禄で国政報告やってましたけども、もう国政報告ができなくなって、6週間経ちます。で、その間はですね、こうやってインターネットを通じて皆様方に、自分の考え方をご披露申し上げたり国政報告をさせてもらってます。で、先週1日だけ、実は先週末だけはこのヤストラダムスと一つにする形で、本来だと土曜日に街頭に立つ、夕方大体立ってるんですけども、日曜日にまとめてヤストラダムスで私の意見をご披露させていただきました。今回はですね、今回もですね、2週連続でヤストラダムスイコール私の考えという形に、今週はさせていただきたいというふうに思います。それと同時に、ブログの方も最近できるだけ書くようにしてます。まあ、Facebook とか、Instagram とか Twitter なんかも連動させたり、それぞれ別々に、意見を言ったりさせてもらってますけれども、このブログに、昨日は憲法に関することを書かせていただきました。そういったことも含めてですね、まあいろいろ全部が全部思いを書いてないわけですけれども、当然書けないわけですけれども、しかし、いろんな思いが実はありますので、そういった意味でもですね、皆様方にこれからもご関心をお持ちいただいて、日本にはこういう政治家もいるなという、そのいろんな人に対して皆さんそう思われている中で、私に対しても中山っていう政治家がいたんだな、こんな考え持ってるやつなんだなっていうのをご理解をいただければありがたいなって思います。まあ、今日こうやって1時34分になりますけども、ヤストラダムスも今年11年目の番組生放送になります。ベストセラーもいいけども、ロングセラーを目指せというモットーを自分にかけまして、この番組を前に進めさせてもらっております。本当に今日たくさんの皆様方にこうやってヤストラダムス最後までお聞きいただき、編集後期の方もですね、お聞きいただいたことに改めまして感謝を申し上げて、ぜひ、私も今年50歳にもうなりますので、まだちびちゃんたちは、子供たちはちっちゃいのもいますんで、彼らが暴れるとき一緒に暴れなきゃいけないような時もありますけど、もうだんだん私も腰は痛い、肩が痛いとか、まあ、この間まで40肩って言ったのはもう今50肩ですからね、もう還暦までカウントダウンになりましたんで、そういった意味では、私もですね、言いたいことはそろそろ言っていく、言っていってもおかしくない年だなと思いますので、自分なりの意見を遠慮せずに言っていく、そういう時にしていきたいなと思ってます。まあ、若い時の私とはまた違った言い方をできたらなと思いますけど、若い時の思い出も、思い出っていうか若い時の気持ちも失っておりませんので、はい、引き続き頑張ってやりたいと思います。さあ、以上申し上げて、今夜の中山泰のヤストラダムス、これで、お開きにさせていただきたいと思います。今日もたくさんの皆さん、Facebook そして Twitter、お越しいただきましたことに心から改めまして感謝を申し上げて、皆さんもう一回言いますけれども、くれぐれもこのコロナ禍の中、気をつけて、手洗い、そしてうがいの励行、これをぜひやっていただきたいと。それから総理もおっしゃっているように、有識者会議の方も言ってますように、人と接触する率をですね、可能なだけ下げていただくと、8割下げてくれって言っておっしゃってました。それと商売で大変な思いしてらっしゃる方々含めてですね、政府の方でもいろんな対策を、メディアが全部言ってません。いろんな対策載せてます。それきちっとホームページに載ってますし、私のこのホームページ等でもですね、それをきちっと書いてますから、そこをクリックしていただけば、党本部のサイト、もしくは政府のサイトにつながります。ですから、そこから自分は何に当てはまるのかっていうのをですね、ぜひご覧をいただいて、自分に合った、この対策、新型コロナ対策で、私はお金が借りたい、もしくは私は給付を受けたい、それ以外にも、税金を今払えないからなんとか、もうちょっと時間が欲しいとか、猶予が欲しいとか、もういろんなことを政府は作ってます。それと、先ほどもラジオの中でも申し上げましたけれども、私がですね、実は、この文部科学省に対して、施設整備、学校の公立学校とか私立学校、こういった施設の整備をやる議員連盟の事務局長から、私今幹事長をずっと仰せつかってまして、河村武雄先生が会長で、やってます。で、遠藤先生、オリンピック前の担当大臣ですね、遠藤先生が同じく
あの副会長のような形でやってまして、ご指導いただきながら、今回実はこの補正予算の中に、安倍総理にもお願いをさせていただいて、実は前倒しで、ICT 教育、いわゆるタブレット端末、 iPad とかああいうやつですね、タブレット端末の予算、これ2000億円以上の予算を盛り込みました。したがって、これを地方にお金をまきますので、北海道から沖縄まで義務教育の方全学年にですね、あのこの iPad をいわゆるさっきロバート博士とやり取りしてた遠隔授業が公立学校でもできるように、もうすでに予算を作ってます。これ補正予算が30日に通過する前はやっぱり分かってても言えないわけですね。国会で通過しなかったら困るわけですから、ですから予算は当然入れて、議論もそのだいぶ前広に手前からやってたんですけども、当時マスコミのコメンテーターの方々の表現を見てたら、どうして遠隔授業の議論なんか出てないんだとかですね、遠隔授業の話なんか出てないですよねなんて言ってるマスコミの方がいたんですよ。だけど私その時よっぽど思いましたよ。テレビたまたまその時見て、やっぱり知らないんだなって、まあ発信者として言ってないからっていうのもあるかもわからないですけど、テレビのチャンネルも全て限定されてる中で、じゃあブログに書けばいいじゃんみたいなこと言われるかもしれませんけど、なかなかそれもですね、通過するまで書きにくいものなんですね。ですけども、実際通過して皆さんに今こうやってはっきりと申し上げられるのは、ちゃんとそういった遠隔授業を作るための環境づくりもやってるよ。で、公立学校、私立学校を含めて、通信環境がご家庭にない、インターネットがつながっていないようなご家庭に関してはですね、ちゃんと子どもさんが安心してインターネットで遠隔授業を受けれるように、その通信環境のデバイスも機械機器も含めて予算取ってますから、ですから、各、まあこれ自治体と地方分権の自治体と含めてですね、こういうものをどうやって配布していくかということを配布していくかっていうのをまた改めてルールを決めてやっていくということになろうかと存じます。いずれにしても国としては大きな意味での枠の予算というのはこれもうすでに通しましたから、ぜひともですね、これ、与野党賛成多数で可決成立した予算でありますので、ぜひともそういった意味でご理解をいただきつつ、我々は国会の方もですね、しっかりとそういった意味での活動はやっていると、マスコミが取り上げるテレビなんか見てると、もう一部こう切り刻んで取り上げて、なんかまるで、何もしてないような、無駄な議論ばっかりみたいな印象もあるかもわかりませんけど、私は正直与党も野党も関係なく、国民の皆さんから聞いた心配をきちっと国会では議論してるんだということ、そして実現をしてきてるんだということ、立国者も賛成してくれてます。いろんなことは悪口は当然与野党ですから言ってるのかもしれないけど、それでも最終的には賛成してくれるのも事実ですから、ですから私はもうこういった時期っていうのは、誰を攻撃したり誰を悪者に仕立てたりとか、この番組でも言いましたよね、だけど誰を悪者にしたり誰を仕立てたり、そんなことはもうこんな時やってる場合じゃない、やってる人が非難されるべき、逆に言うとそうじゃなくて、みんな一緒に、去年のワールドカップの日本のチームじゃないですけども、チームジャパンで、オール日本で、チーム日本で頑張ってトライを決めていく、そのために観客席にいる人も選手の人たちも補欠の人たちも負傷した方々も含めて、みんなで頑張ってなんとかコロナという最大の敵と戦うということ、このことが最も重要な目標であり、我々が活動しなければいけないその部分の協力だと思います。どうかそのことに皆さんご理解をいただきつつ、今夜の中山康秀のヤストラダムス、そして編集後期、改めてここで終了させていただきたいと思います。今夜も皆さん本当に最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それじゃあ、まずツイッターから切ります。ツイッターの皆さん、お遅くまでありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。よいしょ。よいしょ、これ。